スリー、ツー、ワン、よろしくお願いします。いいスタートだしね、かわいいね、かわいこちゃん。さあ本日はね、マリオカート8デラックスの、200cc 実況やっていこうと思います。こんばんは。いやー、こんなすがすがしい夜はね、ということで仕事帰ってきて速攻で風呂入って速攻で今動画撮ってる、感じなんですけども、いやー落ちるかさあなんかね、ここはねビッグブルーなんですけども、なんか最初ビッグブルーで始まるのがもう日常化してきてるね。さあまずアイテムはキノコの、コインということで、ここで10枚したかった。でも初とかでまず一つ目の1段階初とかでまず1人抜きます。あ、でも1位出れた。いや楽。でもここで多分1位出れそうな気がする。さあ1位出て現在、キノコ&赤コーラ、所持してる状態で、可愛くない偽物マルクス今回ですね、リクエストいただきました、紹介遅れました。須藤さんからいただきましたね、初コメントです、ありがとうございます。ミーで一番スピードが遅いのでお願いします。なんですけども、これはなるべくこれ赤コーラ消してからダブル割りたかったんですけど、多分防御出る。よし、ナイス。いつも動画ね見てくれてますということで、コメントはね、なんだろう、普段はしてないけど、サンダーは良かった、あのタイミング悪いと、事故ってましたけども、さあ今日はね思う存分声が出せますので、今日はね、はい、もう張り切って動画の方ね撮影していきたいと思います。さあ撮影3連続1位ね、ちょっと先ほどねのねモーモーカントリーと、ツルツルツイスター1位取ったんだけど、これでまあ実質3連続1位ということで、もう一度ですね、偽物マルクスで、ワン、ツー、スリー、ツー、ワン、ゴー、いいスタート。やっぱりね、こちら見て、振り向いて。さあ、ここはね、スカイガーデン、空の王国。さあ、まず、初手バナ、でかいね。さあ、まずはね、コインをちょっとずつ集めていこうと思うんですけど、樽厄介だよね、樽かな。さあ、まずダブルバナナを引いて、連続ね、須藤裕二さんからのね、これは早めにグライダー着地、あ、これはしっかりなすりつけ。前出てくやつは、もう足が許さねえからっていうね。意気込みを込めてこれ航空出していきます。いいね、若干高い航空が出た感じなんですけど、これちょっと仕掛けとくか、あの葉っぱの上に置いとくと多分、おっしゃ引っかかってるね後ろ。いやでも楽だったねたまにあるね、マップではくるくるくるって被弾してるけど。さまずは、コインをね、まあ、5枚まで集めて、さあ第1段階テレサ来たけど、いや今日暑いね、暑いねってか2つの意味で暑いんですけども、サンダードは大丈夫そう。ただ後ろのあれなんだっけ、顔文字さんがちょっと迫ってきてますけど、あの空豆のこれもう一回航空出したいね。さあもう一回2周連続で航空を出していくと、さあトゲゾキだけどラッシュ版がねあるから、これ軽減もありなんですけど、軽減しよっか。いやーちょっと待って、やばい、トランポリンの手前で落ちちゃったな。ただサンダーです。おお、これは俺やつ。うわー、でもダブルサンダー来た。ちょっと待って、あれだね、こう偽物バルクス、俺の前に出てくやつは全員容赦しねえっていうのがもう心の底から聞こえますけど、これボム兵置いてもいいかも。なんですけど抜かされそうかな。なんですけどちょっと待って、落ち着こう。これはグライダー終了してから後ろに置くことによってしっかり破壊神、ちょっと待って、破壊神マルクスちょっと追いついていこう。さあサンダーのねフル位置周回1、2、3周目、全然違ってくるので、これはもう4連続1位もらったかな。さあ赤コーラ大丈夫そう。いや頼む、やばいやばいやばい。さあ追いついてる。いやオッケー、やぬかれたか。うるせえ、ちょっと前回ロゼッタ、タヌキマリオ、ネコピーチ、ね、タヌキマリオとかなんか使った回の動画あったんですけど、あの時と比べたら数倍の声のボリュームなんですが、須藤様リクエスト、お便りありがとうございました。じゃんにゃんじゃじゃゴー、おっさん声からスタート。いやー、あ、お母さんコース来ましたね。いや子供の願い叶えたるわ。もう赤ちゃんだけどね、ガキな、ガキンチョ、立派なガキンチョ。さあまずはキノコで2位まで上がって、さあお便り紹介していこうと思います。もう名前からしてかっこいいねこれ平泉聖レボリューションさんからいただきました。大物芸能人からなんか依頼を受けたかのような感じなんですか。これケツなすりつけられそうかなと。さあまずコイン集めてよろしくお願いします。こちらですね、いつも楽しく見させていただいております、ありがとうございます。めちゃくちゃ押してくるな。質問です、質問ですってね、この言葉なんかありだね、リクエストですとかそれもいいんですけど、これまず当てちゃおうかなと思いますと思ったけど、なんか持ってるっぽい。 OK 抜いたね。さあまずはちょっと1位を独走したいので、ちょっと10枚集めて、後ろ何持ってるんだろう。あー大丈夫そうですね。さあイカスミやらしいけど、キャラとキャラってなんか生った、キャラとカートのギャップがすごい、カスタムで
ちょっとやばいやばい、やってみて、クダチート。やばい、ケツケツ軍団怖いんだけど、じゃあ、ミドミド軍団も怖いな。さあ、こちらね、ベビーピーチの、バウザートライクの、ワイルドタイヤの、クッパダコのカスタマイズ選定で、バナナ率高すぎ。これちょっとさ、入れ替えしよっか。で、いやー、これスナイプ当てたいね、ベビーピーチの。プレゼント 4U ということで、ちょっとこれグライダー開いたタイミングで投げます。当たらねえか。なんでこれ赤コーラ頼るしかない。なんでこのカスタムにしたかというと、だいぶ時間かかったね。刺さらねえか。うん、これちょっと前出てきたのにさっさと潰しといてと思ったけど、最後は3位か。まあ銅メダル入賞だから悪くはないけど、ちょっと前の敵対心すごいね。嫉妬したくなる、あのベビーロゼッタじゃなくてベビーデジね。ベビーデジ、はい。赤ちゃんがですね、このね、超ごっつごついかついカスタムで乗るっていうの、現実世界ありえないじゃないですか。もうただそういう理由で今回、選んだ感じなんですが、皆さんはねどう思われますかね。ちょっともう一列ね、また違ったね、ギャップ萌えのあるカスタム選んでいきたいと思います。カット。ガワー、来ましたね。いやー、もう雪とはね無縁の季節なんですが、ここはね、なんだっけ、いやー、コース名出てこねえ。いや、さっきワリオ鉱山走ったんですけど、ワリオスのマウンテンですね。はい、ちょっと平泉生産リクエスト第2弾はですね、真逆だね。カスタムとキャラ、可愛い系とかっこいい系が混ざってる感じなんですけども、紹介していきたいと思います。クッパの、あ、落ちたっぽい。これ落ちた隙に当てようかなと思いますけど、やべやべ、ちょっと待って、すごい操作感が難しくなりすぎてるんですけども、あの猫ピーチの、じゃあ猫クラシカルの、リーフタイヤのピーチパラソルね。もうキャラクター以外全部可愛い系で統一しちゃってるんですけど、こちらねやっていこうと思います。クッパがねもう絶対使わなそうなカスタムというねテーマで今回は、使っていきたいんですけど、これジャンプアクションしないと下のダブルボックス割りやすいんだよね。で、トゲズいった。いやー、これキノコで復帰用に使って、ただ、あ、これ2位まで上がって、イカスミ消し用2個使って、悪い字多分減らしそうなんですけど、赤甲羅対策に何にもってないんだよね。で、キノコ系めっちゃ引くね。やばい、弾ける弾ける。ちょっと待って、落ち着いて走っていこうと思います。もうコインは集めなくていいや。これちょっと前でよっか。で、1位まで出ます。で、赤甲羅大丈夫そうかな。うん、僕が標的ではなさそう。これはちょっと1位取っておきたいところなんですけど、ボムヘイいた。これボムヘイ置いてもいいね。さあ、しっかりここに置きます。よーし、オッケー。しっかりバナナさんを、ピンポイントに当て1位。ありがとうございました。ちょっと見ましたかね、あのピーチパラソルの、クッパとピーチパラソルのね、こう見栄えというか、はい。今回やっぱ女性キャラ、あ、ヘイホーさんいいね。このコースヘイホー使ってみたいなって気がしたんですけども、平泉さん、平泉レボリューション様、お便りありがとうございました。エンストから、あ、間違えた、エンストしたい。今エンストしたと思ってスタートしちゃったじゃん。もう普通に決めちゃったわ。ここはね、パックンスライダーですね。なんで今後ろからスタートしてるかと言いますと、またね、打開縛りといったらなんですけど、難しいリクエストですが、レアアイテムを持ったまま、上位お願いしますというリクエスト、お便りなんですけど、この方、英語圏なのかな。ちょっとでもお便りは日本語なんだよね。名前がただ英語なだけなんですが、アナリザーロロアナリザーレローラさん、有名で、アナリザーロレーラさんからいただきました。名前間違ってたら申し訳ないけど、スターでサンダー振ってほしいんだよな。位相はね、おー、いい処理出た、超いい処理出て、トゲゾいった、フラーボリ避けまくるスター持ってます。ここでない、あー、でもな、これサンダー多分振らない読みで一応持っておこうかなと思います。1位で現在スターの木戸さん、皆さんスクショ、俺スクショしよう今。パチパチパチ、よし、 OK。さあ、これサンダー振らなければ全然可能性としてはありえるんですけどもさ、スーパーミタボーショート風、もうお前本当に許さねえ、もういつになっても来るね。てか今ツバがやばい、ツバがやばすぎる。ただ木野さんでも全然いいと思う。木野最中は全然いいと思う。なのでちょっと、ただサンダーが来てないんだよね。そこはちょっと怖いところではある。なんならこれ1位取りたい。今回ロイのパタテン、スカイローラー紙飛行機あたり使っていこうと思います。いや、これ譲ってもありなんだけど、これ1個使っていこうかなと思いますけど、思ったんですけど、これは、1個使います。いやいや、やべえ、ちょっと待って、なるべく2個は、最後なんかもうめちゃめちゃ過ぎて実況できなかったんですけど、整理しておくと、
どうだろう、レアアイテムに入る、キノニって、キノさんって。ちょっとみんなの判断に委ねようかなと思ったけど、ちょっとラスト1レースワール、イージー、最後はエクサイトバイク、みんな行ってらっしゃいませ。さあベビービーチ車、なんかあの音符の人結構スターターミスってますけど大丈夫ですかね。最後ね、決めていきましょう。エキサイトバイクで打開縛りみたいな感じになっちゃいますけど、なんか一緒についてきてるな。さあまずスターからスタートしましたけど、レアアイテムの基準がわからないなんですけど、一つ言えることはスター近畿のキラーあたりが多分レアアイテムに入ると思う。いや、ね、結構ツバ飛びまくってな。これしっかりダブル割っていこうかなと思います。あ、これスター手前に出るのはありがたいんですけど、裏に近畿の持った状態、近畿のもしくはキラーが引きたいんだよね。これ入れ替えしようか。ただ5位だからね、どうだろう、スターあたり、あ、やっぱちょっと順位下がんなきゃダメですね。エキサイトバイク、さあ仲間いますけど、今なんかボム兵の音したけど大丈夫かな。ただまた団子なんだよね、かなりの団子だから、これ大チャンス大チャンス。さあ現在11位でスターキラーあたり引き落し、オッケー、これでもあり。ただこれサンダー回避を前提としたアイテム構成なので、どうしようかな。まだ持っておこう、まだ持っておく。さあ金キラーいった、キラーじゃねえ、まだ持っておこうかなと思います。このアイテムボックスでサンダーあたり引くと思うので、もう少し粘って、ちょっと我慢できない、ここで使う。で最後のショートカット挟んだらないぐらいまでいけんだろう。さあスーパーミーターボー 5位いけー、最後は3位、オッケー。最後キンキの保持、どうでしょう、文句ないでしょう。いやー、もやもやした。最後ねサンダーが振るか、いやどうしよう、いやそこでね、あのサンダー振ったらやばいから、あのスター使おうみたいな、もう葛藤みたいのがね、いやもうよぎったんですけど、なんとか最後キンキのちょっと使ってしまいましたけど、まあでも良かったんじゃないかな。今冷や汗かいちゃったけどね。はい、今回は、3つの、カスタムじゃねえわ、今回はね2つの、カスタムの、お便りと最後ね、縛りのお便りいただきましたけど、皆さんどうでしたでしょうか。なんかね、僕も、こんなのやってほしいとか、お便り、送りたいですとか、使ってほしいですとか、もう初見さんをね、優遇したいので、本当になので、この動画のコメント欄にですね、たくさんね、もう遠慮しないで、お構いせず、もうたくさんね、書きまくっていただけるとね、こちらも助かります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録ポチ、あと高評価低評価コメントの方、受付中です、絶賛募集中です、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。こちら見て振り向いて。